こんにちは、ブルーホースです。100年目に破産する社長をやっていきたいと思います。ということで、新しい方、のぞみ周遊、いいですね。のぞみ周遊ってことはどのくらいの方、なんだ、急な綱引きが始まってちょっとわからない。出雲大社国引きレース、国を引いちゃうのかよ、国引いていいのか、大丈夫か。やってきました、出雲エスカドリー国引きレース大会、イエーイ。泉には国を大きくして、海に浮かぶ神話はこの神話にあえて、皆さんにも海の向こうの島を引っ張っていきたいと思います。司会は私同じパーソナリティショッカー、オーノー。サイコロ振って3456が1で首を動くなって動くなら一番早く締める社長さんが優勝、優勝賞金103億。さて、このショッカーを大きく開催するかどうかは、皆さん順位が接近している次など賞金が高いので逆転されています。ゲームを開催しないも必然的な一つ。さあ、決定権どなたに与えましょうか。雷神社長だー。おお、俺か。いや別にいいです。やれよって話でね。はい、ではまたいつか。いや、別にね、面白くないからさ。やればよかったかな。うわー、ナスナスしてきそうだな。ごめん、ってか、実況のことを考えたら完全に、こすりつけとけばよかったかなって思ったんだけど、ごめん。まあ、許して。またいつかあるからさ。神様同士の争いなんかさ、ものすごいことになりそうだから、まあ別にいいんじゃないですか。ということでさ、2マス進んでって、うわぁ、もう砂ぼこり、土ぼこりが半端ない状態になってるんだけど、まあそんなこと、これ一切気にしないでやっていきましょうか。さあ、ブルース社長、トヨタビート氏が出演しました。いいですね、買いましょう。すごいな、観覧車パークってどんなパークだ？わかんない。レゴランドのことってなんか、でもレゴランドってその時に当時にあったっけ、ちょっとよく覚えてないですけど、とりあえず、ちょ、うわー、ギリギリ、1、2、3、はい、ナスリスリスリ、ミスリスリ、そろそろあれかな、なくなるかな、まとめがいい。私の財力を思い知ったか、なぜお前が1億の。今、1ヶ月目が過ぎてさ、冷静によくよく考えて、今、これ32年目じゃないですか。自分と同じ年齢、こうなんか遊んでるって考えるとさ、なんかすげえ感慨深いなって、なんか人生の走馬灯のように、人生が走馬灯のように、なんかくるくるくる、コンポコンって何も思い浮かばなかったっていうことにね、もうなんか絶望を覚えてるって感じがするように、ポーンポーンって。さあ、相変わらずお金大好き、雷神社長。あ、でもすごいね。すごいな。5月でもう2億も稼げるようになってるの。ってことで、マッキーのまだあと2マスなんだけど、うんこ邪魔だな、うんこ邪魔だな。カード売り場に持ってって使うと、おう、そっか、これ結構いいので、テレポーテーションでしょ。どうしよっかな、福袋今あってもな、使い切れないでしょ。とりあえず、じゃあ、ぐるぐる、めちゃめちゃ回りますやん。どうしよう。じゃあ、このタイミングで、じゃあ、祇園走って行け。そうだ、祇園確かあれだよ、なんか全部売られちゃってんで、まとめが、ありがとうございまーす。なんてっけ、なんか生きればいいな。あれだな、3980万か、これ、きつい、トピックス、コーナー、残念でした。でもさ、なんか最近ってかさ、昨日さ、なんか久々にね、コメントをちゃんとね、チェックしようと思って、いろいろ見てたんですよ。で、このコメントチェックしようって何かっていうとさ、普段、コメントをね、貴重なコメントをくださる方々に対してですね、ハートマークをつけたりとか、ありがとうとかっていうコメントをね、追加したりとかっていうのやったりとかするんですけど、なんだ、ほとんど気に入る夏越しでございます。お願いします。てか、顔でっかいな、お前。バランスどうなってる、大丈夫か。そう、で、トゥ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 、2、あ、俺についてんだ、そういえば。今気づいた。そう。でね、武器をさらば、はい。で、コメントをさ、こう、チラチラと見てたらね、なんかさ、時々ね、その AI が、その判定した、その、なんか、ふさわしくないコメントみたいに一発で出すんかーい！マジかよー！まあ、俺ずっとここで牧野姉さん待ってたのにさ、あ、そうか、カード売り場だからか。うん。そしたらさ、なんか、何件だったかな、20件弱くらいかな、なんか要は、ふさわしくないと言われてたですね、コメントがたくさんついてたんですよ。要は、誹謗中傷に当たるような、なんかバカとかボケとか死ねとかカスみたいな感じのこととかだったりとか、まあ、それからお前の動画くそつまんねえとか、まあ、死ねボケとかっていうのは別に構わないんですよ。なんでかっていうとさ、どうせ死なないし、お前らより頭いいしって気にならないっていう。で、もう一つね、ほんとくだらないなと思ったのがさ、お前の動画見て損したわとかさ、なんかくそつまんねえとかさ、なんか、なんか、初代前のやつもあったらさ、なんか、バイオ RE4 のさ、なんか操作がうまくいかなくて僕が発狂してる動画っていうのが結構な頻度で上がってたんですけど、なんかそれを見て、なんかね、うるせえだけで自分が思い通りに操作いかなくてなんか発狂してて、クソつまんねえや、お前の動画なんかもう二度と見ねえわとかってさ、もう反応してる時点でさ、もう見る見ないはさ、どうでもいいけどさ、お前、俺にかまってちゃん言ってることだから、だってしょうもねえなって思ってさ、見ててさ、もうチンパンジーとかでもさ、自分がなんだろう、武器をさらばってなんだ？攻撃系のカードが消えてしまいます。あ、別に攻撃系のカード誰も持ってないもんね。そう。
結局かまってちゃんっていうかさ、なんかこうクソしょうもねえわと思いながら見ててさ、あのチンパンジーとかさ、ニホンザルとかでもさ、自分の子供がさ、あのなんかもう子育て興味失ったらもう全く持っても もう無視するみたいな感じになってるのにさ、もうなんかそういうさ、いちいちさコメントしなくてもさ、あそうですかって分かるような内容とかもわざわざコメントしてくるうちにさ、もう、うわあやっちまったな。100、おじゃあこれいらない、うん、はい、うん、だから要はあの何が言いたいかっていうと、チンパンジーとかニホンザル以下っていうことなんですよ、トピックスです。ありがとう、よし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 、おいいね、8億、そうだよね、アイス8月売れますもんね、本当に。でさ、あまた来た、また来た台風、もう沖縄で発生せよ、あしかもお前そこか、あちょっと待って、これさやばいんじゃないか、これ今持ってないよね俺。はいはい、ヤシャ姫さん、いやー相変わらずの判決とスカート丸に、イエーの車が飛んでいく大惨事でございます。うん、そう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 、あマジでね、あのね、そういうねコメントを残す時点でマジでクソしょうもないし、人生の無駄だし、なんか人にうーひなんかそういうこと言ってる暇があるんだったら、あの人生、あのもっと自分の人生を見つめ直すっていうことをね、一生懸命あの真剣に考えた方がいいんじゃないかなって個人的には思ったりもするけどね。はい、90億、あこれでいいや。あちょ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 、うん、だってさ、あのそんなことをコメントしてる間にもさ、あのまあ、例えばさ、あの分かりやすいもので言ったらさ、あのお金と時間っていうやつじゃないですか。でお金も稼ぐこともできてないれば、時間も浪費してるわけじゃないですか。で僕こうやってさ、ベラ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 さ、なんか桃鉄を喋りながらさ、こうやって愚痴ったりとかしてさ、みんなに聞いてもらって本当すいませんサンキューっていうところなんですけど、あのそれでもね、やっぱり遊んでる時間はあの無駄にならないんですよ。なぜかというと、お金稼げたりとか、これを見てね楽しんでくださる方々がたくさんいらっしゃるからっていうことでございますんでね、まあ、たくさんといってもあの高橋ってすげえな、俺の生まれた年月で何十億稼いだんだこいつって話なんだけど、で、30秒リニア収入。リニア収入はまあね、まあ、ボコ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 使っていきましょう。で、30、ほう、もう手前まで行けんじゃん。ちょっと待って、手前まで行けるんだったら、そんなに焦ってでも行く必要もないもんね。どこだっけ？オッソレザン、アッソレザン。あ、でも黒石まで行けんな。じゃあ、黒石トゥ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 ありがとうございます。まとめがいい。あ、でもこれ、やばいな。手持ちが、カスになってる。まあいいや。まあでもさすがに今年はもう来んでしょう。毎年8月が怖いよね。あの、台風の頻度こんなに恐ろしく来てるってもうやばいよね、本当にね。こいつじわじわ近づくってるし。はい、ありがとう。おめでとう。よかったね。そう、だからなんか人生のその時間の使い方っていうのを、まあ、僕も30代になってからさ、もうちょっと真剣に考えようとかっていう風に思い始めてきたけど、まあそいつがね、なんていうか、そいつがっていうか、そいつらがさ、まあ、どういう、うん、なんか人生過ごしてるかとかって興味もないし、どう過ごしてるかとかもわからないけど、お、なんだ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 、すげえ、人生何回分だよ、俺になんかしょうもないこと言ってるやつの人生何回分だよ、本当150回くらいすごい、およ、なんかすごいな。そしてたどり着くことができない。だったらもう8枚買っちゃいましょう。駅前、弥勒横丁。おなんかすごい、すごいあれだな。すごい位置で買ってくな。よし、じゃあ、オッケー、帰っていきまーす。これで、6060、あーでもな、やっぱな、一回75くらいまで行ってからここまで下がるっていうのはなかなかきついものがありますでございますね。あ、またなんか来たよ。ありがとう。ありがとう、日本シリーズ。あ、もちろんです、もちろんです。応援に行きましょう。おいで、3勝3敗、日本シリーズ最終戦。東京 vs. 幕張。東京、下町図か、ブルホスーズか。ブルホスーズ、言いにく。さあ、では、スコア点数を止めてください。下を蹴った。おリードリードリード、いいね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 。いいね、いいね、いいね。この、シャーダメ押しの3点目来たー、ブルホ社長、うなぎ登り40億、アイスバカ売れよりは大したことがなかった。あれ、野球の優勝の経済効果ってそんなもんなのか、割と結構あの適当につけられてるとかそういうことなのかな、よくわかんないけどさ。でもそういう、なんかこう、いろいろ買って、あ、やっぱ俺最果てに次のターン飛ばされそうだな。次ゴールしないと飛ばされてしまうかもしれない。じゃあ新幹線周囲でも使うか。バンビー、ウルリン、ウルリン、レタス巻きー、石垣牛。石垣牛は食べた、家牛は食べたことあるんだけどな。あ、ちょっと待って、5マスだったらサイコロ振って5。無理。70。ちょっとずつ盲信。あ、違うな。ちょっとずつ盲信はあれか。あ、くそ、残念だな。端っこに行けたらだったんだけど。ですよね、ですよね。俺を飛ばす場所ですよね。ありがとうございます。この方でーす。
です。いや、あ、残念でした。かわされちゃったね。攻撃力が低いからじゃないですか。命中率30くらいじゃないですか。あれだね、ハサミギロチンとか地割れレベル。で、あの、ハサミギロチンとか地割れって、あの、自分の方が相手よりも攻撃力が高くないと通用しないから、ビリのお前が使ったところで俺には攻撃することができないんですよ。OK、で、豊臣秀吉から出陣1億、あ、ありがとう。いいですよ。あ、お、ブロッシュ、明智光秀、ありがとう。くれ。お、いいですねー、いいですねー、いいですねー。7億も安くなったよ。で、あと3だから行っちゃいましょう。はい、ゴール、ごちそうさまでーす。え、しかもさ、どうだろう。引き換えカード持ってるから、いいカードがあったら、引き換えよう。で、今回は、雷神社長、相変わらずの雷神ですね。それでは皆さん、次はこちらを目指してください。ここです。なんか久々になんか、あれだね、カードとか港だったのが、久々に普通のマスになった。違う、ウルリンじゃなくて、いや、全然大したカードないな。今持ってるやつの方がいいもんね。ちょっと売るで、いらんカードは、売れなー。あー、残念でした。でも、ちょっとずつ申し別にいらんしな。ミニア収入すげえな。よし。ポイントで、あ、でもポイントも4500万円分なのね。じゃあ、OK、いらないです。じゃあ、あそこでも、あれ、今、あれなんだよね。一気に飛ぶカードがないんだよな。おー、セイコガニ、なんと、8体。あー、でもセイコガニってそんな大した大きさじゃないから。でもね、甘くて美味しかったりするんですよ、セイコガニってね。うん。だからさ、あの、さっき言ったさ、あの、なんか、あの、しょうもないコメントとかぶっこんでくるやつとかさ、人生の無駄遣いしてるとかって言ったけどさ、まあ人生の無駄遣いをしてるんだけどさ、明らかにさ、わーおー、めちゃめちゃ売りますやん。そして、おーおー、そう、セイコガニとかも食べたことがないんだろうな。うん。あ、こいつめちゃめちゃ近い。めちゃめちゃ近いのになぜか離れていく。なぜ？どういうこと？え？おらー、オシリコプターが、ヘコリプターがさ、もう、ほぼほぼ、ゴー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 やん。ゴー！そろそろ来るんじゃないか？じゃあ、また。今はさ、まあ、なんか、まあ、ありがたいけどね。別に、飛ばしてくれたらいいんだけど。あれ、ポッコってさ、なんかさ、水産系ってさ、その、減反政策とか食らったりするか、食らったらさ、あの、何、売られるとか、被害受けたら、うわー、9億も被害受けるなんてかわいそう。こいつあのプラスかマイナスか瀬戸際のところだもん。70マスえぐいな。じゃあリニア行くか。ちょーん27。こっちよし。で下、これ見せて飛行機飛ぶ系。飛行機飛ばされそうだね、これなんかね。あー、でもこれヘリコプターとかで飛んだ方が早かったかもしかして。あー、なんかついちゃった。あー、しかも使い切っちゃった。まとめがいい。レンコン、めっちゃレンコン。土浦ってレンコンだったの？日大があるところじゃないの？よし、ちゃ。お、なんか来た。でも、なはか、こんなとこに行かねえべ。あ、違うわ。こいつなんかあれじゃん。ウルマとか、キンブだっけ？なんだよ、キャンか。キャン。モトブとかさ、いろいろとこう、なんか、お期待ワクワク、みやくわく。浦島です。那覇、よっしゃ、那覇城公園関係が関大日本産で那覇を所有する電鉄会社に、おめえかよ。あ、俺持ってたっけ。なんか臨時収入おめでとう、よかったね。まあ、特急でじわじわ。こいつもでもあれじゃないか、飛行機飛んでくんじゃないか。やっぱ俺よりも先に進んでやがる、こいつ。あー、でもそうか、このまま行くとしょうもないプラスマス止まるんか、終わるか。で、こいつは結局どうしたいんだ。で、下行くだろ。そうだね。下行くというか、まあ、あの、マスで言ったら、8つ。ほー、ドポコンポコーン。アイスコーヒーが美味しい季節でございますよ、ほんと。一応、あー、でも、まあ、今もう現地で3件しか飛んでないってことは、そんな大した、あれ、持ってないんだろうな、きっとな。43マスか。じゃあ、一旦リニアで近づいて、うわ、大した数出なかった。あ、と思っても32か。まあまあ出たな。ちょ、こっち。お先、鈍足オッツ、急行周囲ごときに私は負けません。まあ、特急カード思いっきり使ってたけどね。で、多分プラスマスで止まる。あ、じゃあ、行き過ぎた。これでも下行ったらどこ行くんだろうね。あー、マグロ、クジラ肉。ほんで、こっち行って、長えな。まあ、まだか。プラス。うわー、目の前にいるよ。主婦目の前にいるよ。小銭稼ぎ。あいつがひっついたらあれだもんね、大変なことになるもんね。まあいいや、それを覚悟で今近づいてってるからな。
で特急カード、まあ、確かにな、まあ何回もこのゲームの中で言ってるけど、特急カードを使う方がなんか特急周囲よりも実は安上がりなんじゃないか説があるからね。カード、そしてカードを使ってカードを回収する。サイコロは1個減った。あ、こいつくっつけてくるんじゃね。あ、来ないんかい。わ、でもうわー、いやらしいところに、いやらしいところに止めてますね。キャッキャフフイチャイチャしてやがるよ。ジューンジューン、ちょっと待ってね。でこれで白浜に行くことはできないから、でも収の字があるからこっちから回っていって、ちょっと待ってね。3はあ、無理か。じゃあちょっと遠いけど2とかの方にとくか。じゃあ2全部買っとこう。あ、しかも俺は、おお、ありがとうございます。消えてなくなりました。煩悩の数128って結局なんか倍々ゲームのあれなの、なんかちょっとよくわかんない、なんで108じゃなくて128なんだろうね。128って数え方ミスっちゃいましたっていうトピックスです。昨晩の熊本城、ありがとう、お花畑が咲いております。で22回頑張ってこういう時にさ、一番遠くてさ、ボンビーがつく可能性が一番高いのにさ、こんなせこく進んだところでさ、もっと早く行けよって周りのことをまあその、おお、銀河鉄道3ないなんかすごいいい世界に連れて行かれるとか、そういうオチのあれじゃなかったっけ。ということで6マスなんで、行ってこの周回数全て周、あ、やった、あ、おびと、でも初期化することができなかったってか。ちょっと待ってね、ちょっと待って、じゃあカードで新幹線使って17、白浜は、あ、白浜行けんじゃん。じゃああれですね、あっちにつけてあげるよ、おめでとう。ツイッターなんちゃって、ちゃーちゃーちゃー、ポコン、俺についてこい。でもさらばだな、アドベンチャーワールド。あれさ、なんかあのチュピターのさ、平原彩香さんだったっけがさ、歌歌ってたけど、あれなんか今違う曲に変わってたんだよね。何かあってなるんだっけな。9億、オッケー、じゃあ96億。はい、おきひさん。しかも、誰とも会うことのできない、こう、空の旅をしてらっしゃいますからね。ということで、唐津は佐賀県、SAGA 映画ちゃん。SAGA 映画ちゃん。オッケー、買い占めます。大丈夫、9億よりはなんとかなる。あー、しかもあれだ。おー、なんか、淡々と進めてたら、文句だけ言ってたらなんか終わっちゃった。ごめんなさいね。最後までご覧いただきどうもありがとうございます。ということで、はい、相変わらずの順調でございますね。でも今年でも、台風のせいで、ゴリッと、やっぱそうだよ。あ、じゃあ、いや、でも収益額は増えてんな。さて、総資産はどうなっているかな ?3500 億と、さあ、ありがとうございます。もうなんか、ね、もう桁が2つ変わってくると、もう相手にもなんねえよね。はい。ということで、グラフの進み具合はこんな感じでございます。順調だ。まあでも去年に比べたらちょっと大したことないかもしれないですね。まあでも2人ともプラスに戻ってよかったじゃんということで。はい。ということで、今回は32年目終了でございます。ということで、次回33年目、いよいよ自分の年齢を超えていくという年に突入していくところなんですが、ぜひ次回パートもお楽しみいただけたら幸いです。ではまたお会いしましょう。さよなら。バイバイ。